さあ今回の最初のゲストはガネット、はい、メイコンザホリデーお久しぶりでございます。で、まあ、今毎週ちょこっとちょこっとキーワード的なもので出てもらってるんですけども、今日はガネット5人から3人来ていただきました。ルキさんからちょっと顔と名前見せてください。僕のルキです。はい、目が怖い、目がすごい。さあそしてギタムラです。はい、浦さん。さあそしてベースのレーダーです。レーダー、レーダーさん、はい、寒いでしょ。いすげえ寒いです。天気予報見なかった。いや見たんですよ、うん、でこれやべえなと思ってた、うん、やっぱやばかった。やばいですね。やべえと思ってそのまま来た。あ、まあまあまあ多分ね、あれですよね、なんかコスチュームっていうんですか、はい、あの衣装が決まってたらそんなすぐなんか応用聞かないでしょな。だから袖ありにすればよかったなと思って。はい、いやめっだって鳥肌立ってるでしょ。まだ大丈夫、まだ大丈夫です、まだ大丈夫。あ、これから戦います。はい。さあさあガジェットは、はい、ニューシングル、はい、グレイを2月13日にリリースします。はい、2月13日もうすぐですね。これね、はい、後ろから見た方がインパクトあるよね。こんななんか、はい、なんかちょっと怖いような、はい、あの何ですか、お化け屋敷でこういうベビーカーですか。ベビーカー、ベビーカー、はい、ベビーカーがぶら下がってるところで表がぐわーっと盛り上がってるんだね。はい、怖いよこれ。こうグレンという意味は、まあすごい色で背くて、うん、赤っぽい色をしなかったんですけど、はい、赤より赤いっていうイメージの色があって、はい、この人間の皮膚の下の色のようなのおっていうので、なんかイメージ的にはグレンというか。へー、グレンというのは こういうような状態、火の燃え上がっているようなこういった色合い、状態のことをグレンという。いや、また意味は違うんですよ。まあ、違うんだ、イメージ的な問題。あ、イメージ的なあれで、え、ベニハスと書いてグレン。そうですね。これ文で使うとどう使うんですか。まあ、こう、まさかね、まあ、いろいろ意味合いがあって、うん、まあ、地獄というか、こうあるんですよ。息子さん、グレントいいんだけどみたいな。いやいや、そういうふうには使わない。そのグレルとちょっと違うからね。はい。さあ、今回のこのグレンなんですけども、キャッチコピーは、キャッチコピー、はい、レイタさん、はい、現代の痛みを背負った歌。おう、これはですか。ね、ルキさん、ルキさん、笑うとこじゃない。彼、棒読みだったんだ。完全に。なるほど、すいません。もう口もちょっと寒く、口もちょっと寒くなってきて、はい、現代の痛みを背負った歌、はい、これはどういう意味で。2007年から2008年にかけて、はい、自分の周りで起きてることだったりっていうのをリアルタイムの話を書いたっていう感じですかね。おお、主にルキさんが詩を書いた。そうです。おお、だって本当に自分が見た、感じた、まあ、考えたもの、周りだったり知り合いだったり、うん、おお、知り合いの知り合いの話が入ったりしてた。まあ、知り合いの知り合いの話。さあ、今回美味しいポイントどんなところでしょうか。美味しいポイントですか。はい、曲のやっぱ雰囲気とか、おう、それを感じてほしい。そうですね。うるはさんは。そうですね、まあ、世界観がとても濃いので、お、まあ、そこら辺はみんなこだわってやってるので、そこはついてほしい。レイタさんは、まあ、サウンドがより引き締まったと思う。どう、そこも聞いてもらいたいな。まあ、北海道でも用意しようか。え、北海道ですか。いや、大丈夫です。精神力で、精神力でトッパーと。なんで、あの質問と関係ないお前返しをするわけ。いや、見てて寒いもん、こいつが。僕、こんなダウンとか着て、あの4枚着かせないしてるのに、はい、半袖ですよ、僕。本当に、まあでもね、時間はまだまだたっぷりありますんで、もうちょっと頑張ってください。はい、レコーディングで何かこう新しい発見みたいなのありましたか。発見、はい、俺とかギターの話になっちゃうんですけど。いいっすよ、ギターの話の。かなりこういろんな新しい機材とかを毎回使ってて、その度にこう発見があって、はい、楽しいなって思いながら毎回、はい、機材って何があるんですか。機材はこうアンプとかをアンプいろいろ自分の持ってないものをレンタルしたりして、いろんな知らない機材をいっぱい使って、あ、これこんな音するんだって。グレーにぴったりだ。アンプと全然音が違うんですか。全然違うんです。
アンプって基本的になんかシグナルを大きくするもんだと思ってたんだけど、まあ基本単純に言ったらそういうことです。あ、まあ僕結構単純なところですよ。そうですね、はい、そのだからあのアンプによって出る音が全然変わってくるっていうことなんですね。まあアンプだけじゃないんですけど、ギターによっても違うし、じゃあアンプに合わせて弾き方も変えたりする。まあそういう時もあるかな。はあ、いや本当にね、はい、ちょっと専門的すぎて分かんないわ。さあね、フリップトークの行きたいと思うんですけども、どんなテーマでいきましょうか。はい、ライブツアーでの印象的な出来事を伺いました。じゃん、題してザ・ガジェットのツアー仰天ニュース。はい、始めよう。仰天ニュース、はい、はい、第3位、じゃんじゃん、ルーブル美術館に行った。ほ、これは行きました。初めて。それの質問、その格好で行ったんですか。いや、普段。あ、そうなんですか。普通に普段。ああ、その格好で行ったら美術品と間違えられない。いや、間違えられないと思うけど。でも基本的に俺はすごい感動したんですけど、はい、この二人がうるさかったんです。うるさかった。いや、基本的にこう有名な絵がある時は、はい、モナリザとか、はい、はすごい、いや本物だみたいな。はい、なんかもうエジプト関係の方に行った時に、ね、もう笑ってばっかな。帰ろうよみたいな。わかんないよな。あ、ちょっと分かろうとしないんです。いや、分かろうとするんですけど、もう古代の茶碗とか言われても、はあ、ね、だからすごいパッと見てすごかったら、はい、あまり興味の範囲を超えてた。あ、パッと見はすごくないんだ。パッと見別にすごいよ。いや、でもそれがね、何千年も前に使われたものだって言ったら、なんかそこでね、そう、はあ、その文明のあれですからっていう話にならないんですよね、この。あ、なんで。文明でいくと、いや、ウルハさんがその話をすると、あ、いいから行こうよみたいな、そういう感じになる。てか、受けばっか狙ってきて。あ、なるほどね。じゃあちょっと眠かったんですよ。眠いのに無理して行ったから、はい、ちょっとテンションがついてなかった。いや、上がってたんですよ。でもモナリザとか見ると、おー、出てるやつはもう見たことあるみたいな。知ってるのだけは。それでも微妙な反応でしたけど。あ、こんなもん、あんなちっちゃいんだわけ。ちっちゃいよね、モナリザ。これぐらいですよね。なんかしかも、あの、あれでしょ、すごい人混みで遠いとこからしか見えないじゃん。もう、はぁ、もう離れたみたいな。ポスター買った方が早いよね。はい、次行こう。さあ、次、はい、第2位、はいよ。派手にこけた。こけたって、こけたね。え、こけたですか。はい、派手にこけたって。すいません、方言です。あ、方言なんだ。はい、どこでこけた。こけたのは俺なんですけど、はい、一番こける確率が高いのは俺なんですけど。で、なんで。多分こけやすいんですよ。舞台ステージ上でライブ中ですね。お、まあ、くるくる回って転んだりとか、はい、お、あと一番派手にこけたのが結構前なんですけど、仙台で、はい、下手でこけて上手まで行っちゃって、転がりながら俺の足元まで来たんですよ。こっち目が合っちゃうみたいな。ひっくり返ったまま、うん、ウルアと目が合って、俺もう笑いが、うん、こうやって。演出ではなかったんですね。いや、演出なんですよ。いや今その前にこけたって言ったじゃん。あれですか、あの、こけるためのプロテクターですか。ここ。いや、違うよ。ぶっけでもいいよ。あ、肌大事ですよね。なるほどね。はい、1番。はい。